読書発電所本館地図読書発電所は、長野県木祖郡な義祖町読書に位置する、関西電力株式会社の水力発電所である。木祖川本川にある発電所の一つで、読書ダムなどから取水。1923年に建設された地上式発電所と、1960年に増設された地下式発電所からなり、合計1 1 9 0 0 0ットを発電する。 地上式発電所本館を中心とした設備が国の重要文化財や近代化産業遺産に指定されている。読書ダムが基その水路橋が基その水路橋、読書発電所の地上式設備は1923年12月に竣工したもので最大使用水量45.91立方メートル毎秒。 有効落差112.12メートルにて最大44,400キロワットを発電する。木曽川上流にある読書ダムをメインの取水ダムとする。元はダム上流2.56キロメートル地点に取水税域を設けていたが、1960年のダム完成に伴って導水路の一部や陳謝池が淡水域内となったため、発電所を 運転停止の上で切り替え工事が実施された。工事後の取水は読書ダム岸に設ける二つの取水口のうちのダムより第一取水口を用いる。読書ダムの淡水区域内で基礎側に支流アテラ川が合流している。ダム建設以前、取水口から発電所へ至る導水路がこのアテラ川を横断する地点では取水堰の中を導水路トンネルが通る形とされ、 石砂岩の取水口を設けてアテラ川からも取水できる仕組みとされていた。続いて木曽川に合流する支流が木曽の川はダムの下流側である。同水路が柿その川を横断する地点は水路橋になっている。この柿その川にも取水石があり、支水路が水路橋の上流で本水路に合流する。上部水槽から水車発電機へ水を落とす水圧鉄管は 長さ297メートルで3畳設置。水車発電機は3組の設置で、水車は立軸炭臨炭流渦巻フランシス水車を採用し、発電機は容量17000キロボルトアンペアのものを備える。発電所建屋は、鉄筋コンクリート構造を2階建てで、面積は1131.2平方メートル。蒸気設備のうち、 発電所並びに書きその水路橋が読書発電所施設の一つとして1994年12月27日付で国の重要文化財に指定された。また双方とも中部山岳地帯の電源開発に関する近代産業遺産群の一つとして経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。 読書発電所の地下式設備は1960年11月16日に運転を開始したもので、最大使用水量75.00リッター、片メートル毎秒、有効落差111.8キロメートルにて最大74,600キロワットを発電する。位置は、地上式発電所下流側である。取水は読書ダム湾に設ける2つの取水口のうちの上流側、 第2種水口より行う。ここから発電所へ至る、導水路は、長さ 8.34km で、地上式発電所への導水路の西側を通る。トンネル終端には高さ 54.9m、内径 15.5m のサージタンクを設置。そこに、長さ 139.3m の水圧鉄管を、つなぐ。水車発電機は一組のみの設置で、 水車は新三菱重工業製の立、軸単輪単流渦巻フランシス水車。発電機は三菱電機製の同期発電機を採用する。発電所建屋は地下5階建て。地上には主変厚器などを収める地上2階、地下1階の付属建物があるのみである。名古屋伝統、基礎電気製鉄、大道電力社長、福沢桃介独書発電所は明治。 大正期における名古屋市の電力会社名古屋電灯によって開発が計画された。同社が現在の読書発電所周辺に推理券を得たのは1908年5月に遡る。この段階では推理券の獲得程度にとどまったが名古屋電灯に後年電力王と呼ばれた実業家福沢桃介が乗り込むと開発計画の具体化が進んだ。 1915年10月、名古屋伝統は、長野県に対し、使用水量を既許可の900立方弱毎秒から1200立方弱毎秒へと増加する申請を行う。さらに、翌1916年6月には、読書村から他立村にかけての引用区間を、読書と静母の2地点へと分割、変更するという計画見直しも申請した。このうち、読書地点については、 1917年11月に水利券が名古屋電灯に許可された。水利券の許可後、1918年に名古屋電灯から開発部門が基礎電気製鉄として独立したため、読書地点の水利券も同社へと移されている。さらに1921年、基礎電気工業は合併によって大動電力となった。 大道電力発足後に読書地点の開発が着手され、1921年11月から準備工事が、翌1922年3月からは本工事が始まった。工事中の1922年6月、基礎が本川からの取水を増加し、支流は寺川、下基礎の川からも新規に取水して、使用水量を1600立方弱毎秒へと引き上げる許可を得ている。 1923年12月、読書発電所は竣工し、24日に使用認可を得て運転を開始した。当初の発電所出力は4 7 0 0ットで、翌年に大井発電所が完成するまでの短期間ではあるが、当時日本で最大の水力発電所であった。主要機器は欧米からの輸入品で、水車はスイスエッシャーウィッセイ。 発電機はアメリカ合衆国のウェスティングハウスエレクトリック製のものを導入。送電線は木曽川筋から大阪府へと至る大阪送電線が接続し、読書発電所の発生電力は津原大井両発電所の発生電力とともに関西地方へと送電された。1934年5月、読書発電所では設備能力に余裕があることから、 使用水量を1650立方弱毎秒へと引き上げる許可を得た。水量増加に伴って、翌1935年5月には発電所出力が4 2 1 0 0ットへ増強されている。1939年4月1日、電力国家管理の担い手として、国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大電力は、 電力管理に伴う、車載処理に関する法律第4条、第5条の適用による日本発送電への車載管理、支払い義務継承並びに、車載担保電力設備の強制買収を前年12月に政府より通知される。買収対象には特殊発電所など14カ所の水力発電所が含まれており、これらは日本発送電設立の同日に同社へと継承された。 太平洋戦争後、1951年5月1日実施の電気事業再編成では、読書発電所は、他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら、関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を、発生電力の主張基地によって決定するという、潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が、関西電力所管となったことによる、 発足後の関西電力では、使用水量が少なく豊富な基礎側の水量を生かしきれていない古い発電所の再開発に着手した。その第一号として、山口発電所が完成すると、早急に着手可能として、次に読書発電所に関する再開発を始めることとなった。再開発の初期計画では、読書発電所の季節基礎側取水をかさ上げして、 設備を増設するという水路式発電所、増設計画が考案されたが、その後ダムを持つ調整地式発電所へと計画が改められた。その結果建設されたのが読書ダムであり、1958年8月1日に着工、1960年10月8日に淡水を開始した。一方発電所の増設については、当初計画では、 季節地上式発電所の上流約300メートル付近に半地下式発電所として設置される予定であったが、地形、地質の関係から下流側へと改められ、さらに工事の都合上地下式発電所に変更された。関西電力では、黒部川第四発電所に続く2番目の地下式、発電所である。発電所は、ダム淡水に続いて1960年10月14日に、 通水を開始し、11月16日より、営業運転に入った。当時の最大使用水量は73.00リッター、片メートル毎秒で、有効落差112.16メートルを得て、最大7万キロワットを発電した。なお新発電所は建設当初、読書第二発電所と称したが、1965年6月1日付で、読書発電所に統合された。 地上式発電所については、1998年2月に、老朽化設備の更新工事が完成し、使用水量はそのままに出力が2 3 0 0ット増強された。更新後の水車は三菱重工行政である。前述の通り1994年12月に、本館建物が国の重要文化財に指定されていたため、更新工事に際しては、 建物外観をそのまま保存している。地下式発電所については、2004年3月に発電所出力が2 7 0 0ット増強され、ついで2014年8月2 9 0 0ット引き上げられた。これらの結果、読書発電所の発電所出力は、計1 1 9 0 0 0ットとなっている。中央自動車道、中津川インターチェンジから国道十九号を、 基礎地域、松本市方面に向かって進み、山口ダムを過ぎて間もなく、対岸に読書発電所を見ることができる。その先の JR 中央本線、渚駅付近には、基礎川に架けられた桃助橋がある。大正時代に読書発電所建設のために架けられた木製の橋で、長い年月を経て老朽化していたところを、1993年に復元された。周辺は、 公園として整備され、桃助橋も実際に歩いて渡ることができる。付近には、福沢桃助が1919 19年に建てた別荘があり、読書発電所の他多い発電所といった、基礎川開発の基地としても機能していた。現在は、福沢桃助記念館として、当時の貴重な資料とともに内部を公開している。隣接する山の記念館と合わせて、有料で見学できる。 ありがとうございます。